あ、ジューストリーね、それもちょっと後にしようかな。それまず最初めにさ、すっごいフィーバーをもうね、見るのずっと我慢してたから、これをまず見たいの。わかる？すっごいフィーバーだけに、すっごい我慢してたの。まるちゃん見るの、みんなと見なきゃなってね思ったんですよ。実はね、あの先にあのお断りを入れておきますとですね、あのまるちゃんは秋ツアーに行ってまいりまして、あの今のネバーエンディング社員のあの秋ツアー行ってきまして、聞いてはいます。実は初見ではあるんだけど、 MV 自体はあの所長初めて聞くわけではないです、っていうのを言っておきます。ちなみにすっごいです。2023年10月25日発売のモーニング娘。23ニューシングル、すっごいフィーバー、ウェイクアップコール目覚める時、ネバーエンディング社員から、すっごいフィーバーのプロモーションエディットを一緒にご覧いただきましょう。カウントダウン始めます。5、4、3、2、1、スタート。この衣装割と好きなんですよね、私。色が好き。もうね、この曲よ、ツンク、もうツンクが帰ってきた、俺たちの。わかるか？すごーい、すごーい、すごーい。かわいい福ちゃん。かわいいほまれ。ほまたんかわいすぎじゃない？あー、ほまたんも天使だもんな。みんなかわいくない？結構。え、この衣装結構好きだな。モーニング娘って感じする、勝手に。ピンクだよね、やっぱ濃いピンク。あ、福ちゃんの卒業曲だから濃いピンクなのかな、衣装が。思い込み。わー、かわいい。ほまめほまめほまめ、フィーバーナイハイ。ほまめが世界を救うんだよ。すっごいフィーバーでした。いや、おもろすぎるって、マジで、マジでおもろすぎるって。すっごーいぐらいなら、私もうわっは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 込みなのがやばい。この曲、この曲のやばいとこはそこですね。作詞作曲はね、ツンクなんですよ。え、みんな思わんかった？この曲さ、聞いてさ、めっちゃツンクって思ったし、なんだろうな、ちょっと前の好きだったツンクが帰ってきた感じすごくするんだよね。いや、我々の求めてたツンクってこれなんじゃないかって、まれちゃんは勝手に思ってますけどもね。好きだった頃の懐かしいツンクが帰ってきたって思いました。いや、思うよね、みんな思ったでしょ。今までツンクは多分ね、あの何かお人質に取られててね、ああいうおしゃ曲しか作れなくなってたんですよ、多分。今回は要望が通ってすごいできたんですね、きっと。歌詞見ていいか。青春すべてをかけること、あんた知ってるかい、家族と一緒過ごすよりも長い時刻んでるよって、これなんかもう福ちゃんにも、福ちゃんとかメンバーたちに向けて当てて書いてるメッセージみたいでいいですよね。メンバーたちは多分このモーニング娘。をしてる間って、多分下手したら全然家族よりも長い時間もね、メンバーと過ごしてるじゃないですか。ライナーのちょっと見てみようかな。あ、でもやっぱり歌詞はそうですね。貴重な青春時代をモーニング娘。として過ごしてくれてる、過ごしてくれる彼女たちにはいつもリスペクトしかないんですが、とにかく楽しんで、とにかく輝いてほしい。僕から彼女たちに思うことはそれが一番です。やっぱそうだよね。あ、そんな感じでライナーノーツもすごくこだわって書いて、すごくあの作ったあの作り手の魂を感じる一曲となっておりますけども、いや、なんか福ちゃんの卒業曲としてすごく素敵だなって思うんですけど、こうやっぱ福ちゃんってハロプロが大好きで入ってきてるじゃないですか。ハロプロないしはツンクさんが大好きで、はい、加入したメンバーであるので、こう最後の卒業するシングルのさ、表題曲がさ、こんなにハロプロっぽくて、こんなにツンクっていう満載の曲で送り出せるのすごく幸せじゃない？なんか勝手にそこがね、はぁ、胸熱って嬉しくなったし、歌詞も本当にあのモーニング娘。のメンバー、特に福ちゃんなんて本当に青春どころか人生をさ、モーニングに捧げてきた人じゃないですか、年数って言ったら。だって多分人生の半分ぐらい、約半分ぐらいをもうモーニング娘。として過ごしているわけじゃないですか。そんなね、家族よりもあの長く過ごしてきたモーニング娘。との別れっていうんですか、
をなんか感じさせる歌詞にもなってるし、何よりね、あの MV の見てる時にも言ったんですけど、福ちゃんのメンバーカラーである濃いピンク、ホットピンクの衣装っていうのもなんかすごいもういいし、あの落ちサビ、落ちサビっていうのは乾燥明けの落ちサビが福ちゃんソロで始まるのもなんかもうすごくよかった。主語を大きくしたくないんで、まれちゃんだけが思ってるかもしれないんですけど、今のモーニング娘。の多分曲の雰囲気を作ってるのって福ちゃんだと思ってるんだよな、まれちゃん。多分パート的には小田ちゃんも多いんだろうけど、なんだろうな、こう今のモーニング娘。のしたたかさと柔らかさとその中にある芯の強さみたいな雰囲気って多分福ちゃんが作ってると思ってるんだよね。でもまれちゃんの体感的な話になるんですね。軸が福ちゃんっていうのをすごく感じて、その落ちサビがまさにもう、ああもう今のモーニング娘。はこれっていう感じがしてて、私の中でね、うん、でそれが詰まってて、同時に、あ、なんかこういう福ちゃんが卒業した時にこの曲も、今までの曲はもちろんなんだけど、この曲の感じ方またすっごい変わりそうだなって思った。あの落ちサビの部分でめちゃめちゃ思いましたね。いやー、素敵な曲をいただきまして、私やっぱりもうやっぱりこの曲聴いて、やっぱツンクってすげーって改めて思わせていただきました。本当にありがとうございます。まあなんだかんだ言いつつ、ツンク曲が一番好きなんですけどね、先に言っておくと。別にね別に好きなんですけどね、大体好きなんで、本当にありがとうございます。いつもツンクさん曲を作っていただき、欲を言えばモーニング以外のハロプロにもあの曲ください。好きなんで、ツンク曲すっごーい、曲でしたね。はっ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 は。